にちは、エルカチャンネルのショーです。今年も残すところとうとうあと1日になりました。最後を締めくくる動画としていろいろ考えたんですけど、やっぱりこれにしようと思いまして買ってきました。ほねほねゲリオン、エヴァンゲリオンがなぜか骨になってるってやつです。全8種類、まずこれが、1つ目が、骨骨ゲリオン初号機、そして2つ目が、先骨プラス神事、多分先骨っていうのは、こちらの使徒のサキエル、サキエルが骨になってるってことで先骨って書いてなってるんだと思います。と、神事くんですね。そして次が骨骨ゲリオン0号機、そしてシャム骨プラスレイ、シャムシェール、ああこいつ名前覚えてね、イカです。これと、レイですね、の4種類です。でもさっき8種類って言いましたよね。残り4種類は今言った4種類の色違いです。そして、最初の4種類を、集めて一緒に入っている武器かな、武器を、合体させると、骨トロンスナイパーライフルというものができるそうです。そして、もう一個何かこの下に、ある別バージョンがあるみたいです。開けていきたいと思います。お、それでは中出していきたいと思います。これなんだっけ、これなんだっけ、あ、チューインガムだそうです。これは後で食べます。この中にもまだ書いてありますね。ちょっとこっちも開けようかな。あー、これは後から、この中に書いてあるのは後で見せます。それではまずこちらの方開けていきます。説明書ですね。おろ、そして説明書を開いたこの裏、こんな感じにか、なんかイラストが書いてありました。ちょっと可愛らしい。多分他の残りの7種類にも同じような感じにか何か書いてあるんではないかと思ってます。それではじゃあ作っていきたいと思います。頭から、あー、なるほど、結構がっつりついてるな。手で取れるかななんて思ってたんですけど、結構ちゃんとなってるので、ニッパを使っていきたいと思います。ニッパ、これ削りもいるかな。
実際こういうのをしは作り始めると結構僕黙っちゃうんですよね。どうしよう。まあいいか。完成です。結構作ってみたら結構大きさもあってちょっと特徴を捉えてるんではないかと思います。結構細いなと思ったんですけど、あ、手取れちゃった。まあそれでも結構ちゃんと立ちますよ。ほら結構ちゃんと作ってありますね。そこ、そしてこの説明書には書いてなくて余ったパーツがあるんですね。それがこちらとこちらです。こちらの方は、スペシャルパーツについてはパッケージの内側をご覧くださいと書いてあります。そうです、最初に開けた時にあ、これは後からにしましょうって言った方にこのスペシャルパーツの、作り方が書いてありました。それとこっちですね、こっちが別バージョンの、パーツらしいです。でこれ何か、そうですね、エヴァンゲリオンが好きな人からすると察しがつくのではないでしょうか。これも一緒に後で、出しますので、お楽しみにしてください。それではこの後はちょっと時間がかかるので、パッとやっちゃいますね。はい、皆さん、今できました。なかなか時間取りまして今やっとできました。で今ちょこっと映ってはいるんですけど、最初に見せた、初号機と、色違いの方がこちらです。これがサキエルになります。と0号機ですね。それとイカです。そうしましたら一応これいろんなところにこういう穴が開いてます。もしくはこういう突起のところ、こういう部分ですね。これで組み合わせ自由と、なってます。なので別にこいつだけね、これって完成ってわけじゃなくて他のを組み合わせて、オリジナルのものが出来上がるそうです。遊び心満点だと思います。最初に言ってたこのホネトロンスナイパーライフルと、あとこっちのスペシャルモデルと書いてあるやつを作っていきたいと思います。はい、できました。これがホネトロンライフルだそうです。はい、できました。こっちが色違いになります。はい、できました。ラミ骨だそうです。で一応この中によいしょ、コアがこうやって見えにくいですけどあるんですが、同じ色でなおかつ上からこう蓋を閉めちゃってるので正直コアが見えません。で
この色違いバージョンがこちらが青なので、これを入れてみようかと思います。どうでしょうか、さっきまでと違って中に何かがあるっていうのが分かるんじゃないでしょうか。まあ一応これは一つの案なので、僕はこっちの方で、しておこうかと思います。はい、こっちの方もできました。こちらの方もやっぱり、中に何かがあるっていうのが分かりますね。これででは今日は、ホネホネゲリオンの紹介でした、一応これ第1弾って書いてありましたので、どこだ、書いてないぞ。ありました。ここに第1弾と書いてあります。なので、第2弾も出ると思います。その時はまた紹介したいと思いますので、はい、よろしくお願いします。それでは今日はここまでです。来年もいい年になりますように。それでは。